ガルザイン。精霊マナという存在とその力である元素で満たされた世界、世界の人々にとって風や木などの自然存在と同じであるマナ。そんなマナを知り、友人のように話すことができる人々がいた。マナとその力である元素を使い、何もないところに物を作り出す能力を持ち、彼らは錬金術師、そう呼ばれていた。俺は錬金術の力でアーリンをムルも超える。それだけだ。こんなの簡単簡単。ちょっとあんた、寄ってたかった女の子いじめて大人げないんじゃない？あそこに杖があるんだ。負けられないんだよ。大丈夫、すごく悲しいの。なんでだ。アルカバーナを昔の姿に戻したいので。前にも言ったはずだぜ、困ってる女をほっとけないってな。俺は本当にできるのか。わしは確かめる必要があったのじゃ。正しい錬金術師の道を歩んでいるか。お行きなさい、人の子。すべてはイリスの望んだことなのです。